最近のバンド事情の話をしようか。最近のバンド事情ですか、うん、はい。なんかバンドで打ち上げとか行く？バンドで打ち上げ行きますね。あ、行く。はい。なんかそのセッションバンドとかだと打ち上げとかあったりとかするけれど、普通のバンドだったりとか飲まないバンドとかも結構多いじゃん。そうですね。なんか普通にライブやって、はい、お疲れみたいな。あ、ありますね。今はライブが終わって、うん、終演後の物販あるじゃないですか、はいはい、で、あれが終わった後に中打ちがあって、あ、会場打ち上げみたいな、はい、で、10時半ぐらいに物販が終わって完全停止になって、で、そこから会場の打ち上げがあって、旅館のが12時まで、12時になったらおしまいですみたいな解散。もう電車がそろそろなくなるから。あ、そうそう、そういうのが僕がよく出てたライブハウスは、そんな感じでした。大体でもさ、ライブの時車じゃん、機材持っていくから。そうですね。だから打ち上げに行っても飲めないじゃん。ああ、それでまあ飲めないしなっていうのもあって、最近は。ああ、打ち上げに参加するためだけに機材を削って電車で来るって人もいました。僕のよく見るドラマは、うん、スネアとペダルだけ持ち込んだと、シンバルも全部会場内のものを借りるみたいな人結構多い。なんかあの会場によっては、箱によってはさ、はい、なんかドラム持ち込み禁止みたいな。あるんですか？ドラムセットはあの箱のやつを使ってくださいみたいな。あるんですか？転換が時間かかるから。あー、だから日本はね、機材がすごくいいじゃん。